こんにちは、みくです。こんにちは。今日は質問をこの間ありますかって聞いたんですけど、その答えを返していけたらなと思います。ちゃんと紙に書いてきました。和訳機使ってこう日本語に変えたんで、ちょっと変になっちゃってる部分もあるかもしれないですけど、ご了承ください。それでは早速いきます。みくちゃんすごく可愛いです。ありがとうございます。みくが好きなキャラクターありますか？そして最近家で何をして過ごしているかとても気になります。私は映画やドラマを見ながらみくを待っています。早くお会いできたらいいなと思います。健康に気をつけて。ありがとうございます。皆さんも健康に気をつけてください。好きなキャラクターはアメリカンなキャラクターが好きで、今日もこの服の裏側にベティちゃんが描いています。すごく可愛くてお気に入りの服です。最近家ではほんまに異常な感じで映画見たり音楽聴いて踊ってたりします。ずっとこんな感じです。イエーイって感じで家で踊ってます。それぐらいですかね。あんまり外に出ないようにはしてます。で次行きます。空き時間の中で何が一番好きですか？ほんまにずっとほんまに音楽と暮らしてるって言ってもいいぐらいずっと音楽聴いてます。音楽聴いてこう料理する時もイエーイ音楽みたいな感じです。家では好きな色は全部好きなんですけど、ほんまに絞ったら4つなんですよ。黒、白、赤、紫、この4つが一番好きです。でも全部好きです次は誕生日は10月9日です。覚えてくださいね。あとどんなガールズグループがあなたに影響を与えていますかってコメントもいただいたんですよ。でもどれっていうのはほんまになくて、全部のガールズグループさんがほんまにキラキラしてて、あそこに行きたいなって思いました。それですね。はいあとお気に入りのコーヒーはって質問いただいたんですけど、実際コーヒーあんま飲まなくて、ちょっと飲んじゃうと気持ち悪くなっちゃう時があるんですよ。合わないんですかね。でもスターバックスさんのキャラメルフラペチーノは、あれはコーヒーに入るのかわからないんですけど、あれは気持ち悪くならないです。大好きです。次は何歳ですかってコメントいただきました。何歳に見えますか？今年で18で今まだ17歳です。次は今のところ好きな曲は何ですかっていただきました。今すごい好きなのはセジョンさんのフラワーウェイっていう歌なんですけど、これですここに日本語の読み方と韓国語と日本語のなんて言ったらいいんや、意味が書いてるのをコピーして、こういつか歌えたらなって思うぐらい好きです。この意味を読んだ時にすごくなんか心に染みて、すごいこの表現の仕方がすごく好きで、よく聞いたりしてます。以上で質問は終わりです。私も早く皆さんに会いたいです。私も大好きです。また動画撮る機会があれば撮らせていただくので、またその時に会いましょう。アンニョン。